はい、ちなみや私立美祭第一中学校2年2組です。ターシャの皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでターシャーでもね、英語ダブルデスターシャーで本日もスタブ100万円届ける範囲やっていきたいと思います。かなりね、悪い地場面のモサビアに入った気がするんですけども、前回チャンピオンの僕今日はね、防衛戦になっておりますね。前回チャンピオンの何ふさわしい立ち回りを、見せていきたいと思います。よろしくお願いします。まさかお前もウェルとか、お前もウェルトで行くタイプの、あー、なるほど、いきなりやってくる。名前を変えとくべきだったかもしんない。ディフェンディングチャンピオンとして、走っていくかかわらず、かなり、ヘイト買いやすい、状態で入ってきてしまったのかもしれない。さ、緑コーラいるから、ちょっとこれはアウトから慎重に、アウトから慎重にいって、一回9位で割って、まあまあまあ慎重にいこう、慎重に最終的に勝てばいい話だから、このゲーム。あそこメダル取れるから、一旦インから行って、ジャンピング足を入れといて、緑これ危ない、避けていく、ちゃんと巧みに避けて、巧みに避けます。そして、8、ちょっと音ちっちゃいな、この後音を上げよう。音を上げたら、ちょっとパツくんの音、パツくんの音だ、やっぱりパツくん。そこにはやっぱりパツくんで、アイテム1個取れる、OK。まあ、赤コーラ、慎重に。赤コーラ持ちやりたいけどね。OK。やれてるのかな、やれてないね。当たれ、反射当たれ、バックスダしてる。テレサ、サンダやれてないの。それもやれとけ、一人ぐらい、一人やれて、クラクションでちゃんと防いで、まだあるよ。緑コロやばすぎる。それ末、お前末、ちょっとこっちからでいいや。上ルート、なんでみんな上ルート行くの今日。めちゃめちゃ上じゃん全員。やれやれ、いいぞいいぞ、さっき見せろ、お前の本気見せろ。なんだ、なんかズボン端かけるじゃん。それ無理、リカバって、いや、ズボン端かけるの話違うんだよね。いやー、これ5位か、ボムやばい、キノコか、真っ赤さやれずに、なった、待って、え、相当抜かれる。あ、やっぱモサベアだー、全然上がれなかったわ。あ、これやばいかもしんない、いきなり8位かました。ちょっと待って、集中する。はい、で第2レースはピーチサーキットへ、完全に狙われているということが1レース目ではっきり分かりました。はい、2年半も毎日このゲームやってれば、狙われてる時もそうでない時ははっきり分かります。ってことで、少しだけ名前を、スタートチェンジしました。ほんと微妙にね、 N、小文字 W ビツクリマーク3つみたいな感じでした。これでどうか、これでどうかって感じだね。まずはちょっと序盤早めにメダル集めていきたいっていう思いはあるんだけども、これ赤これ投げられる、もしかして。オッケー、投げなかった、オッケー、投げない意思すごいありがたい。とは前、投げられる、まあそうだよね。戻って1回メダル集めるか、このメダル集めて、あー、なんか取られた、オッケー、ここ取って、あんまそこまでめちゃめちゃ打開したいって感じもないんだよね。だ、早めに、あんま下がりすぎるとね、この部屋結構みんなうまいから追いつかなくなっちゃうんだよね。メダル残んないし、全然トゲ危ない、あれ当たったらもう本当に、あの勇気の切断じゃなくて普通の切断してた。はい、もうこうせ、あー、もうやばい、ちょっとまずいね、流れが非常によろしくないね。これ序盤でメダル集まんない、ほんと一番やばいんだよね、一番負けパターンなんだよね。とりあえず前詰めて、1位と2位が少し離れてる状況だから、こういうとこで赤コーラ食らうのが一番しょうもないけど、まあ大丈夫、俺はまだこっから行くから、まだこっから全然行く。あー、無敵引けないの、まずい。 OK、 メダルとりあえず集めて、メダル集めて、緑コーラマジ怖い、ダローができて、サンダーあってね。オッケー、オッケー、オッケー、ナイス、テレサ。このテレサ熱い、しばらく無敵ながら。オッケー、キロさん3つ。キロさん2つね。3つじゃなくて、毎回間違えるよ。キロさん2つです。だからこれ、この後はコナンサンダーするパターンなんで、確実に。ダル交換して、できてない。で、サンダー振る、これ最後終わった。終わります。間違いなく終わる。オッケー、とりあえず振らなかった。振らなかったらよかった。よかった、よかった、よかった。で、あのキラー絶対誰か裏持ってるから、一回も止まる。キラス、あー、コナンさん、うわ、完璧なアイテム、3段階にセットきました、これ絶対3段階に、じゃあ、緑に使うじゃん、ダブ取って、来るよ。え、これ振らないのマジありえないよ、ちなみに。うわ、振らないのか、ならばもう、見切るしかない、見切っていくしかない。これ振ったら終わり。
食ったら終わりです。占いどころか、俺が石井なんだよ、お前ら見たか、これがスーパーアルティメットだけや。前回チャンピオン立ち回り、解くとご覧あれ。おい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 、運ゲーコース投げんなよ、ベイビーパーク。運ゲーコース投げたら俺が勝つに決まってんだろう。なぜなら運がすごすぎるから。そこが先、先言っとくわ。運が、ここえげつないところ、ベイビーパー見せてあげるよ。マジで、最近このコースを徐々に極めてきてるね。まずは、慎重に下がって、あの子投げといて、はい。で、ここでまずメダル集める、3枚。でもすぐ交換、9位だから、9位だからすぐ交換しといて、OK。でもこれも運搬していく形でもいいと思うんだよね。早めに。ちょ、メダルよこせ、お前。お前、それやばいね。邪魔だね。いやー、それ引いちゃったか。これまずいね。メダルがないね。これ使っとこう。メダル集めながら。あ、やばいね。メダルがないね。だろうか。スター使って。で、これ使っとこう。OK。で、ここでメダル。OK。4枚ね、まだ。まだ4枚。スタート。OK。完璧。いや、相手取られるから。サンダフレ。サンダフレ。相手行こうって。キロ1ライス。キロを使って。赤丸投げて。ちゃんと気をつけて、気をつけて、はい、2位のオッケー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 、運ゲーの質カレーには1位じゃなく2位を取っていく。ナイスだね。ちょっと前逃げされちゃったか。あ、まあ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 、はい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 、この組ほぼトップ、ほぼトップ。第4レースいきました。はい、ということで第4レースはエキサイティングバイクよてことで、まあ2位スタートなんで、ちょっと前張り粘ってみるか。初動で赤で死んだ場合すぐ止まって打開に切り替える。どっちに転んでも俺が勝つという立ち回りをする。スタートよろしくお願いします。 IQ は高いからね。それはもうね、やめたくなるね。ああもう打開だ。そんなんさ、押されてまずアイテムメダルも取れないし、ああもうやばいね。やっぱね、初動前やばいのいる。このメダル2枚取って、オッケー、メダル集めて爆破警戒アイテム1個って、2個取って、交換、OK。悪くないでしょ。悪くないよ。決して悪くはない。前向きに行こう。こうなると、もう俺の今までのノウハウが全て生かされるからね。打開のノウハウ全て生かした時の俺の強さは尋常じゃないから。これ一回様子見。ショートカーで来るから。ショートカーで来るやつはちゃんと横目に見て、9で割って、OK。これまたスター出るよ。これまたスター出ます。絶対に。はい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 。分かってる分かってる。さあ、変な緑。なんでそんな順位から緑コーラ飛んでくるか全然意味わかんないんだけど。オッケー、これ3だけや。で、かつスターを引いていく。どう？振らない。ギリギリ。振らないね。つまり次だね。つまり次。緑コーラやばすぎる。うわー！落ち着いて。くそー、分かってたのに。やばすぎる。落ち着いて。どうしよう。いや、これまだある。これまだ全然ある。みんなこれまだ全然あるよ。これあるってわかる。みんな前詰まってるでしょ。見といて見といて見といてね。これまだ1位あるからね、この状況から。悪くない。1個使う1個使う1個使う。前しゃしゃいてる。うわっ、危ねえ。終わったぞ、終わった。はい、では第5レースはコツコナツツモルツということで、まあなんだかんだ耐えたかな、さっきの組は。まあただちょっと優勝がこのまできついんで、この後半4レース全部1位を取ってかっさらっていく。優勝ね、41か、次全部1位だと60点。こういう60点取れば、スタート2週連続100点超えという偉業を成し遂げることができる。2週連続100点超え目指していきます。さあ、まずキノコ引いた。素晴らしい。この初動キノコ最高、大好き。
キロを使って前行きます。さあ、あとここで避難しないことをただただ祈る、ただただシンプルに祈る、それ以外何もする必要ない、シンプルに祈るだけでいい。このゲームキロもね、落ち着いて、危ない、吸ってるやついる、UD グライド決まっていいよ、俺じゃないと信じて、押されるけど耐えて、押されるけど退場したわ、ここ集中だよ、ここ鬼集中退場だよ、鬼集中退場、もうこうなったら全部無駄なんだよね、どうなんだろう、全部無駄なのかな、いやーもうやばい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 やついる、投げといて、やばすぎる、なんとか避けてる、なんとか避けてる、まだ爆炸来るよ、こっちから行きたい、ごめんねえ、おい誰だって投げたの今、ちょっと止まれ、急言われ、絶対急言われして、テレサねメラ詰めといて、多分ねこれ降るんじゃないかな、キロサパ食ってジャンピングガッシュも入る、サンダ振らない、振ったらめっちゃ勝ちなんだけど、めちゃめちゃ強い、振れ振れが勝てる、オッケー、やられてるやられてる、落ち着いて、アップでトゲいってる、爆炸警戒、あいつキロ、おっと、やめろ、バーめちゃめちゃ惜しいじゃん全部、いやー振るよ最後、まあ、最後までスター持ってくべきだったか、いやーわかんねえ、でかいだ、用が強すぎる、はい、で第6レースはキロピオハイウェイ、もね12コースあるだからね、10コースがね翌日突破して、誰かがランダムで投げた中でこれが引っきたわ、ありえない、ここあマジでありえない、さこのコースでマジで前で頑張りたい、正直正直な本音を言うと、本音を言うと前で頑張りたい、ここでまず押されたくない、ナイス風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 、大好き、このメダル全部取れるのマジ熱い、俺じゃない、よかった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 、そのまま俺じゃない、そのまま俺じゃないままでお願いします、そのまま俺じゃないままでお願いしたい、わかんねえんだよこれ、いつになってもこのコース上手くならない、とりあえずどうしよう、あ消えた、ダブルオーガンして爆散もしといて、ワンチャン当たんないからボブで消しといて、後ろワンチャンやれてないから、やれてないと思うけど、まあとりあえず消せてはいる、消せてはいるとは裸だけど、まあそれはいいでしょ、ワンチャン譲るから、羽譲るすればなんとかなる、アイテム2つ取って、頑張りやろ、アイテム2つ取って、来てるね、アイテム1個って赤子投げられる、また赤来る、来そうだ、めちゃくちゃさっき高いんだよね、殺傷能力すごい、相手の殺傷能力に脱帽してる今、 OK、 クラクション引いた、このクラクション熱い、相手一生トゲ待ちしといてほしい、あ、なんかやられてる、緑だね、消しといて、オッケー、耐えてるよ、やばい、それはシエスタ、消せないよね、こっからマジもみくしゃされることだけマジだ、アップで開発、赤ゴール投げて、赤ゴール投げて、俺も攻めるよ、やっといて、いったでしょ、いっただろ、よっしゃ1位、粘り勝ち、粘り勝ち、サワチョウ、サワサワ2回行ったけどナイス1位、いや今日全体的には強いぞ、俺66点、この組でもナンバーワン、はい、大流れさでチャロー、あと2回1位取って96点、おそらくチャンピオンになることは厳しいかもしれないが、まあ上位トップ10には入れる、まだチャンスが残されているということで、ここ完璧スタート、完璧すぎるスタート決めて、でまずはいいよ刺す、これ初手メダル取りに行くと、あーうぜー、
まあそれは警戒されるよ。そんだけそんだけ点取ったらそれは警戒されますわな。それは警戒されますわ。うん、それは警戒されて何ら不思議なことではない。おい、ダメだって言って。オッケー、メダルちょっと集めといて、イギリス。オッケー、赤コールだけやめてる、後ろから。後ろから赤コールだけやめちくりお願いします。ああ、ただ、初頭、これ前出れなかったらちょっと痛いな。ちょっとそれがね、悔やまれるところなんですけど、なんか前出て、なんか前すげえ潰れてて。さあ、メダルもいい感じ集めて、8枚ね。悪くないよ。前何持ってる？緑コーラ。なら前、なら前行く。なら前行って、多分投げてくる。アップね。下手くそでよかった。やばすぎる。あぶね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 。せいせい、そのバナも吸っちゃうお前。中2位出て。タルトゲする？風もらって。いや、1位で割っちゃったよ。1位で割っちゃった、怖い。あー、ボム最高。ボムでやれたかね。多分やれたけど、あー、でも2つ割れなかった、マジ痛恨。ただ落ち着いて。ここで落ち着き。メダルあるから次で防御確定する。赤コーラ最高だけど大丈夫。トゲが来てる。いや、俺は耐えるよ。俺は耐えるぞ。うわあ、くそ。やばい、やった。慌てた。落ち着こう。ちゃんと2で割れ。2で割ったと思う。欠防御。落ち着け。キロコで相手。やればいける。やっといて、処しといて。そりゃしょうがない。ちゃんと2でやった。いや、あいつ、いや、待って、赤を投げないで、持ってるの投げないで。3だから起きろ。爆炸警戒、アート膨らんで。そりゃ無理なんだわ、無理なんだわ、そりゃ。いや、なんか自分のプレミアだこのコース、このレース。いや、まさかクラ出ると思わなかった。間に合わなかった、ポチ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 、間に合わなかったー、マジで。いや、最後1位90点か。オッケー、90点乗せよう。はい、ということで最終レースはエキサイトバイク。で、これコンピューターが3人入ってるから、おそらくサンダーが振るタイミングが全く読めない。つまり前が強いから極力前で、ここキノコを引いて最後ぶち抜いて、スタート勝つという立ち回りを意識していきたい。よろしくお願いします。まずアイテムを行くことで。さあ、赤コーラ引いた。風くれないかな。サワー潰しますとかね、かなり攻撃的な名前のやつもいるけど、まずはじゃあそいつ潰すわ。あ、違う、潰しちゃった。まあ一緒、みんな風起こせ。風でいいから、風起こせ。緑子投げてきそう、投げてきそう、緑子ら。投げてきたら泣く。投げてきてるよ多分。それそうだよね。キャラコンしっかり、キャラコン集中。キロを使って前、危なすぎる。ボム警戒、ボム警戒よ。置いてこようとしてるね、置いてこようとしてるね、君。どこで置いてくる。駆け引きする、俺と。多分ショートが前だよ。だよね、分かってた。ダブル潰しちゃうよ、分かってた。君がそこに置いてくる。ここやっていく、やばいね。さあ潰しますを、しっかりと潰して、実力の差を見せつけていく。さあ、交換してポケが来てるんだよね。知ってる、知ってた。まあいいでしょう。ちゃんと受けて、で、キノコでリカバって、結合。オッケーオッケーオッケー、神さんだ。しかも2位テレスだったね、マジ危なかった。さあ、落ち着こう。落ち着くしかない。うわっ、最悪。後ろのキロさん強すぎない、それ。その回避。一言で、もう、当たってる？あ、あいつも当たってるっぽい。おい、さあ、潰します、いつ、おい、あいつぶっ殺すわ。あいつ倍返しされてるもん。ダブルってまだあるよ。もう一回カメラ振る。サワ潰しますね。ちょっと喧嘩打っといて。キロさん出ろ。キロ1オッケー、悪くない。さあ、キロ5でショート化して最終着地2位でいきたい。最終着地2位。サワ潰しますだけには、サワ潰しますだけには、サワ潰しますに負けたかもしれない。いやー、サワ潰します。はい、と第77回100万ドルゲラのショップで83ポイントで惜しくも振るわず、ちょっとミスが目立っちゃったね。うん、完璧な走りができてなかった。なかなかね、
うーん、潰せるのちゃんと潰したけどね。チャーダ、うん、やはりね、実力足らかともあった。うん、切り替えて、また来週頑張ってきます。ケツカップ第一。出ちゃった。八木幸太郎109ポイント優勝でございます。惜しくもね、2連覇はならなかった。第2、NAKA4MA。はい。中島ね、中島。はい、中島103ポイントおめでとうございます。第3位、クズオ、丸、あれ悪い。はい、100ポイントございます。第4位、NW、ジークフリート99ポイント。はい、常連ですね。第5位、ゾロは、はい、98ポイント、おめでとうございます。目が3だからね、ほんとこうなんだけどね。はい、第6位、つけてみーそ、97ポイント、おめでとうございます。第6位。K。はい、難しいよ、KY、97ポイント、おめでとうございます。第8位、C9、ハイフン、サファ、95ポイント、おめでとうございます。第8位、ザルそばそば抜き。はい、もうそれはそばじゃないんだよ。もうザルそばそば抜きはもうザルなんだよ。95ポイント、おめでとうございます。第10位、トモルド、はい、トゥモルド、わかんない。94ポイント、おめでとうございます。第10位、ノーワール、94ポイント、おめでとうございます。第12位、王、93ポイント、おめでとうございます。第12位、マリジュアナ、はい、この人も結構ね、ちょくちょくランクインする、93ポイント、おめでとうございます。第4位、A、92ポイント。第14位、星野、92ポイント。第14位、チハト、はい、かける3なんで3発ですね。92ポイント目指す。第14位、ユー、92ポイント。第18位、マジカ、ヨツシ、はい、トレチュンの配信にもね、動画にもちょくちょく出てる人ね、91ポイント目指す。第19位、ノーワール、ハシコ、90ポイント。第20位、シスケ、89ポイントということで、今回残念ながら当選者現れませんでしたということで、まぁ、ちょっとね、序盤もね、しくじったから、来週マジで、見せます。楽しみにしててください。ということでね、またね、22時のゲーム実況動画でお会いしましょう。ブワー